お湯の匂いと再現しようといろいろ苦心したんだ。そっか。本当か？うん。どんな仮想世界でも料理スキルだけはカンストさせてきたプレイヤーとして、そしてキリト君の妻としては。アスナ。うん、私も言えてよ。ああ、最高にかっこいい奥さんだよ。でもちゃんと有言実。それじゃあ大豆っぽいものが取れる。本当？そんな場所。よし、決まりだな。よろしくな。なあ。うん。よかった。あのさ。ありがとう。うん。いいぜ。ありがとう。
も。困ったな。大丈夫か。いや、はあ、あのさ、よろしく。はい。うん。はい、よろしく。この辺のここで農作物を買ったりしてるの？もちろんそういう場所でも買うさ。そういう時は実際に育ててる農家。キリト君、相当熱心にやってたんだね。それは冗談だよ、キリ。まあこの世界の場合、それだけリアリティがあるってことだよね。確かに流通しないことってあるよね。ちょっと自信なくなってきたかも。キリト君があらかたこの世界の食材事情について調べ尽くし、そんなことないって。この2年間で結局、別に諦めたわけじゃないから安心して。類似食材がないかも含めて探。坊主。ああ、ちょっと来。そうです。それよりも坊主、聞いてくれよ。坊主は王都の剣士さん。早速出たな。うん。ちょうどいい。あれ？あ
ありがとうよ、坊主。あの魔獣、こ…そうなんだよ。ど…根城か。でも、なんだか悪いな。あんたたちの探してる食材の手がかりになりそう。あ、いえ、そんなの全然大丈夫です。ああ、ば…それじゃあ、先に根城を目指し…うん、そうしよう。どうした？行ったらまた…もう、わかった。ここだよね。ああ、おす。あの魔獣の死体から落ちた枯れた植物の一部。殻ってことは種の一部か。うん、でもあの殻も触ったらちゃんと私は目に焼き付けたよ。ということはまだ残っているものが。よし、行ってみよう。